ギラティナと空の花束を見たよまあ、やっぱりなんだろうね。神用の伝説ポケモンの怪獣っぽさよ。多分ね、鳴き声なんじゃないかなと思う。俺的にあの、なんかサウンドエフェクト的な鳴き声をさ、出してくれるとさ、ポケモンって感じよりなんか怪獣って感じが出てくる。だからなんだろうね。 そういう意味じゃもうギラティナは何だろうなんかあの、ま、ギラギラギラーみたいなそういうなんかポケモンらしい鳴き声じゃなくてなんか、なんかピーウみたいなそういうなんか電子音的な声を出してくるから、とても怪獣らしい。そういう意味じゃ何だろうねなんかあの途中でレジギガス出てくるんだけどさ、あいつさ、何だろう他の前作、前々作家を忘れちゃったけど、あの前の あの、波動ではさ、あの、波動のなんかレジシリーズだと、レジ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 みたいな感じで、なんかこう、なんだろ、あの、電子音的になんか、まあ、ちゃんと声優が使って言ってたんだけど、レジ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 みたいな感じだったんだけど、レジギガスだけなぜか、あいつ、ギーガーってなんか言っててさ、ま前ドラえもんじゃねえかよ、とギーガーあいつ、あいつ、ま、起動時はレジレジ言ってたかもしれないけど、その後ずっとギーガーしか言ってなくてさ、 なんかこう、ポケモンの鳴き声は気、気になっていくことだな、もうなんか <laughs>。ヒコザルとかがもうなんか,か、なんかヒコザル、ヒコヒコーとかじゃなくて、もう完全に猿の鳴き声だったからな、キャッ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 って、ホッ,ホッ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 みたいな。さ、ただの猿じゃん、みたいな。<laughs> なんかそういうふうになんか鳴き声以上がとても気になって。ギラティナから発生して。 でもシーンもなんか普通に喋るんだもん、ね。み <laughs> ーはって <laughs>、ミーはフランスガイリザンスみたいな感じな <laughs> この変な喋り方しやがって。まあなんだろうね、なんかそのなんか空飛ぶモードはあんまり可愛くなかった。なんかハリネズミモードの方が可愛かった。でもなんかすげえ旗迷惑でさ、なんか汚え空気を吸ったらさ、 爆発してさ、森吹き飛ばすみたいなことで言ってて。てか、こいつさ、めず、超珍しいポケモンですって言ってたくせにさ、なんか、上位さんがものすごく詳細になんか、あの、生態について話してた。話してて、本当に珍しいポケモンなのかって。まあ、終盤になんかすげえゴロゴロいたけどさ。とても珍しいのかよくわかんないな。<laughs> で今回はね、 なていうか、まあ。まあ、やっぱり、機械が敵だよね。なんだろうね。敵を、なんか、ポケモンの映画って敵を倒すぞってノリになったら大体機械だよね。なんか。悪の、なんか大人が操る機械だよね。なんか、たまにはちょっと悪のポケモン出てこんのかって俺はちょっと思ってきた <laughs>。なんか基本的になんか、なんかまあ、前作のあの、リアルがパル <laughs>。 パルキアぐらい、でもあいつらなんか圧倒的すぎてなんだろうなんかなだめて買ってか、なんか,かなんかだろうねなだめて返すのが多いよねなんか。ポケモンがなんか大暴れするとき。ディアルがパルキアに、あと、サファイザーに、アンノーンなんか、ポケモン止めたいときはなんか大体なだめる方針でさ、なんか、ぶっ倒すぞみたいな、ねえよな。う悪のポケモンっていねえの <laughs> いないの 今回も機械で、なんかもうなんか、あの、ポスターの左にいるけどさ、なんか、なんかビルケナウみたいな感じのやつが。あいつとなんかギラティナがなんかドッグファイトしてるとか。何なんだこれは。まあなんだろうね、なんか。 <laughs> 何を見てんだろうみたいな感じで。機械が大、機械、まあ、なんつうのかほんと、機械多いよな。ポケモンの映画って。機械が悪役になること。悪役ポジションは機械ですっていうことが多くて。たまには、ポケモンぶっ倒すところも見てるぜ。<laughs> そろそろ見してくれや、ポケモン。なだめるとかじゃなくて、なんかこう、<laughs> ぶっ倒す、ぶっ倒せや、ポケモン。なんか <laughs>。 ちょっと、あるかなこっから先見ていくけど。一つぐらいはあるかななん,かなんつうかもう、もう運を言わさずなんか <laughs>、ポケモンぶっ倒す映画。あるかな